どうもこんばんは。はいはい、こんばんは。おばばばばば、第60回です。おばばばばばば、本当ですか。レビンです。中村です。どうも。マジで今日は村上くんはちょっとあれですか、大変だったんですね。いやー、へにゃっとしておりますよ。こんな感じでかけてきたんですよ、彼は。今日ここでやるしね。第一声がこれだったんですよ。衰弱してましたよ、我が輩。衰弱すると村上から浪曲を歌い始めるんですね。浪曲ね、すごいよね、浪曲ね。うん、まあ、本当そうでした。なんでかっていうと、ええ、ツッコミに初出で反復する、うん、雑誌、まあ、同人誌の雑誌の考慮をしたからです。おめでとうございます。ありがとうございます。すいませんね、その説は、皆様にもご迷惑をおかけしまして、収録をいちいちね遅らせていただいて、うん、今日ここにこぎつけました。やったー。火曜日になってしまいました。やったー。あれ、なんかまるで火曜日になったこと喜んでるとこやってるとか、ね、そういう意図はない。うん。なんかね、大変だったよ。そうみたいですね。暑さがやばかったかとか。暑さやばかったですし、うん、なんか入校期限とかが昼の12時だったので、うん、よし、俺は間に合うでと、オリンピックを見ながら、うん、その12時間前の夜とかにカチャカチャと打ちながら、うん、あと12時間やればいけるだろうと、うん、家で仕事したんですけど、うん、メンバーで集まって仕事をするべく、こうや終電近くで移動するとこういうことしたんですけど、うん、なんかね、夜が明けても終わらず、うん、私は、編集者に電話して、すみません、最終表彰の方を申しますが、入校の、お時間についてですけれども、今日12時からということでね、予定となっておりましたが、とても間に合いそうになく、お時間延ばしていただけないかと思いまして、いやそれは無理だよ、村上。いや、そんなことないよ、そうする。いや、俺が、オーナーやったらそうする。オーナー、やばい。株式会社レビン印刷。村上、君はレッドブルを飲みすぎやとか言う。すいません、どうして分かったんですか。私今日500ml行きました、ね、いやー、なんか4本ぐらい飲んだらしいやん。そうなんだよ。でレッドブルたくさん自分で飲み干すのみならず、うん、人に買って配るみたいな感じだったから、ね、ああ、いや諸君頑張ってくれてるね。これ心ばかりのものだけど、ね、振りまいていくね。振りまきましたよ。あかんぞ。いやー、脱レッドブル生活っていうなんかトピックのもあったのに。いや、だから日常生活はレッドブルとは適切な距離で付き合っていましたけど。ああ、そういう奇弁を漏して逃げるんや。だからここはエマージェンシーの世界とかあるじゃない。はい。で実際僕レッドブルは、うん、まあこういうこともあったし、できたらこうオルタナティブなソリューションとかをやっていきたいと、うん、まあ可能であればベストエフォートなオルタナティブなドリンクサービスによってなんか体をこうトータルバックアップしていきたいみたいな、こう楽天の求人的な言い方をしてますけども、うん、だからユンケルとか飲みましたよ。いやー、同じですよ。いや、あのね、同じっつうかもっとひどいなと思ったよ。そうでしょう。お金もかかるし、やっぱりね、うん、こう、まあ、懺悔じゃないですけど、やっぱりこう、うん、まあ、毎日飲んでるとあっという間に効き目が悪くなるってことが分かって、あ、まあ、出たからいいけど、あんま良くないね。運用進行が夢です。うん。うん、いや、良くないのはもう、すべて分かりきっていることで。夢が、まあ、レッドブル配ったのは、まあ、本当なんですけども、うんうん、いや、でさ、12時に、印刷期限が来たと。うん、そこから我々8時まで行きました。20時まで行きました。本当にね、謝りながら印刷所に、すいません、すいません、よろしくお願いします、よろしくお願いします。20時まで伸ばしてもらったってこと。あ、そうです。めちゃめちゃ伸びたね。伸びましたね、うん、でも我々のような不届き者が何千何百というので、ああ、あれはね、すごいね、外交的な何かを感じた。ただ表向きの建前としてはこう言って言っとくが、うん、あえてこう多分内規的にバッファーを設けることによって弾力的な政治を敢行するみたいな、うんうん、いやー、いかんね、それは。どうなんだろうね。いかんよ、まあ、締め切りは守った方がいいですね。うん、しかしま あの、ね、世の中ではでももうオリンピックと言ってますよ、はい、なんですかオリンピックって。食えるの。
見てたやろ君。すいません、バレてしまいましたね。とぼけやがって。オリンピック見ておりました。いやオリンピックのせいで落ちそうだったからね。イギリス恨みかえなかった。許されないよ。マジで許されないのは、許されないのはほらあれでしょう、ジュリーでしょ。誰？ジュリー。何それ？お、ジュリー知らないですか？俺全くね、オリンピック、まあ、自分で言っといてないけど見てないんですよ。僕もあの、何でしょうかね、ロンドンオリンピック開催しましたけど、うん、ロンドンオリンピックの開幕は全力でスルーして浅沼を見てるような男ですからね。ああ、浅沼ね。浅沼の話はまあ暇でなんか余裕があったとしますけど、うん、まあ興味なかったんですけど、テレビつけたらやってるからね。うん、サッカーとか。テレビつけるんやね。あ、僕テレビつける。つけないね、俺。なんだろうね、僕つけてるのはなんかアニメを見るためですけど、うん、ほら、オリンピックやってる時ってさ、うん、番組表が崩壊するじゃないですか。そうなんや。うん、24時間テレビやったら番組表崩壊するみたいな話で、あ、どこもかしくもなんか4時間とか5時間枠とかをこう断続的にやるから、うん、はっ、気づいたらオリンピックのある特定の部分だけを録画しているぞみたいな感じでやってて、あ、まあ、見たりしてましたけどね。で、結構面白く見ましたよ。僕見なかったんだけど、うん、例えばその日本男子サッカーがスペインに勝ったりとか、うん、スペイン優勝候補だったらしいですよ。お、1-0 で勝って、うん、むしろ 5-0 で勝ったんじゃないか。へえ。で、なんかその立役者は大津っていう人で、大津といったらいじめ事件の大津して顔見しかったわけですけど、あ、一気に大津の検索時印象におけるこう好感度が上がったみたいな、ね、ああとか、あのいじめ事件もロンドンオリンピックの話でブワッと消えましたね。なるほど。もうそんなこういうそればっかやな、オウムで、生活保護の問題がちょっと断ち切れたのと同様。まあなんかまあ、そういうやったらこういうもんですね。まあそれはいいとして、まあまあ別に普通にオリンピックの話したいと思うんですけど。うん、あの柔道がなんかすごかったらしいね。そうそうそう、柔道その話ですよ。うん、概要は聞いたんやけど、要はなんか決勝で、海老沼って人が、海老沼さんね。の、が3-0で、0-3で負けたのはずが判定で。うん、うん、それがなんか会場のブーイングで 3-0 に覆ったみたいな。あれはあの準々決勝ですね。あ、準々決勝なんや。そうそうそう、うん、僕も見てましたよあれは。うん、とかもう固唾を飲んで見守ってましたけど、いろいろ思うとこあったね。どんな感じだったの試合内容は。まず試合内容は相手は韓国の選手で、うん、レヴィン君も柔道経験者だから分かると思うんですけど、うん、まあ全然組み合わなくてね。でちょっと我々のほら日本の学生柔道からはその結構理解しがたいタイプの柔道を世界ではやってて、うん、でこう組み手争いをするときに、うん、指とかを掴んで、うん、レスリングみたいな感じになっちゃうんだよね。それ反則でしょ。そうなんだよ。もちろん、まあ、ガッチリになったら反則だから、うん、取らないようにやるんだけど、もう指とか押さえながら、はあ、裾取らせんぞと。相手は袖釣り込み腰をメインの技にして使うようなやつらで、要するに裾を取ってくると一番端っこの、でまあ、それやったらいいのかもしれないけど、とにかく争わなくて、うん、で駆け逃げみたいな状態だったんで、はっきり言ってね。駆け逃げとかを駆使しながら、うん、しかし立ち関節みたいな投げとかも駆使していて、うん、はっきり言って超印象悪かったんですよ。どれくらい印象悪いかっていうと、ミンゴスが切れてるくらい。ミンゴスといったら、千早でクリスの声優ですけどね。彼女がすごい切れていて、あんな反則地味と技を使うなんて許せないみたいな感じだったるくらい、まあ、ダーティーだったんですよね。へで、まあ、いろいろあって、うん、今回の大会では、うん、メインで5分やった後、うん、指導より上のポイントがない場合はゴールデンスコア方式で3分延長する、うん、ゴールデンスコア方式ってのは有効以上の得点を取った方が勝利するっていう方式ですね。へえ。やってたんですよ。で、海老沼はこそっとかな、あ、小内だ、小内狩りで有効のポイント取ったんですよね、うん、肩から落として誰が。海老沼が相手に対して取ったんですけど、まあジュリーにつって後で説明せねばなりませんが、うん、要するに審判の判断で、うん、まあ、ちょっとやったけど、うん、まあ、あんま決まりが悪いから、まあ、なしよってことで取り消されたんだよね。でなんとなく攻められてたんだけど、うん、まあ、そういうポイントはあるので、うん、まあ、これはどう考えてもやめるだろうと思ってたら、あ、そのまま終わったんや。終わりました、うんうん、で白日本青韓国で、うん、判定バ青さんはぁーみたいな感じだったわけですよね。はぁ、で、ブーイングがすごく来て、うん、で、なんか10秒もしないうちにジュリーがやってきて、うん、出身と副審が3人呼んできて、うん、おい、お前らは、なんかもっと公正なことやんなくちゃいけないと思うんだけど、何やってんのと。
うん、俺たちはビデオを見てるんだけど、うん、どう考えても違うと、もう一回やり直すみたいな感じになって、うん、まさかのもう一回旗振り直し、うん、青さんから白さん来ましたと、圧勝でした。はあ、なんか今、なんていうのかな、囁かれてんのは、こう、買収されたんじゃないか、審判は、みたいなこと言われてましたけど。あれおかしいね。まあちょっとね、僕もそのコピー見ましたけど、うん、まあつまり、まあ途中の反則は見ないことにしようとか、うん、日本側のは有効は見なかったことにしようとか、うん、まあそこまでとは思わないけど、あの旗の青さんはありえないね。うん、絶対的にあれだ。うん、と思った。あの普通に柔道が分かるやつだったらば、なんか、あ、この裁判官は罷免するぞとか思ってみんなで退去して国民投票するレベルでしたね。やっぱ全然技も決まってなかったですね。あ、でそのこの話で重要なのは、まあ、ジュリーっていう存在だよね。なんですか、そのさっきからよく出てきてるのは。そうです、ジュリーっていうのは別に女の子の名前ではなくてですね、はい、あの英語で JURY と言ったら法律家、アメリカで言ったら陪審員の意味を持つ言葉なんですけど、要するに日本の判定、柔道の判定制度にビデオカメラとかを使った科学的に客観的に認識して審判の、まあ、本当は審判に口を出すのは趣旨ないんですけど、うん、あの裁定を判定する機関ができたんですよ。へー、おかげで今回のオリンピックはもうすごいですよ。何がどうすごいかっていうと、審判が有効とかやった後、うん、なんか5秒くらいなんかざわざっとした気持ちで待ってて、うん、そしたらなんかこう腹心を押すっていうんで、うん、有効取り消しで、わさーりとか言ってなしって言ったりとかして、はあ、常にこうあらゆる判定が 50% くらいの確率で変動するみたいな世界で、はあ、みんな柔道してますね。今まではどうやったんやって感じやな、それって。今まではまあまあ、ジャッジっていうのは3人いて立体的に見るし、うん、その判断とかを適切にやれるから出身は出身やれてたっていう神話のもとにやってたわけだよね、うん、そう、神話のもとにね。まあしかし僕は今回見てて思ったんですけど、うん、そのこのカメラ判定とかが競馬やスケートに入ったことによって非常に公正になったという印象がありますね、僕はね。でもなんか決まりが悪くない、こう決まりすっげえ悪いでしょ、めちゃくちゃ悪いな。なんかこう、まあ感激するのがさ、感激じゃないけど、こう試合を観戦するのが、やっぱ趣旨の大きなところじゃないですか、オリンピック、うん、でそれで決まりが悪いっていうのは重大ですだと思うんですけどね。ただね、難しいのは、僕もそれすごく思うし、うん、その要するにこう今回も何回もこういう事件が起きてるんだけど、うん、1本とかって言われた後、うん、やっぱなしよとか言って、うん、勝ったじゃんとか言いながら、うん、初めとか言って、うん、存在しない局とか戦わなきゃいけないみたいな感じの選手がもう退去してるんだよね、うん、これ辛いなと思いますね。お思うんですけども、うん、例えば今回の日本の選手団の柔道の選手団の監督が篠原ってやつで、うん、あのこれはもう8年くらい前から柔道見てる人には非常に有名な人物だけど、うん、あの決勝戦でロシアの選手やって一本勝ちしたのに相手の技だっていうことにされて、うん、負けた人ですね、篠原とか。ありましたね、彼とかが引っ張ってもんだから、やっぱりもう、うん、あのまあ、彼自身も恨みに思ってるとは思うんだけど、そういうものに対するこう敵意というか、うん、公正性に対する何かというのも、うん、非常にあの全体的にこう強く感じられていて、で実際やっぱりそのこのことがあるから公正になってる局面がいっぱいあったと思います。いっぱいとかかなりあった、はっきり言って。へー、すーごい怪しいあのジャッジがいっぱいあったね、やっぱりね。だからまあそれじゃ僕はいいと思いました、うん、見てて。そうね、うん、でまあだからね、そのちょっとその今回のやつっていうのは、うん、なんか相手の選手の態度の悪さと、うん、判定の不確かさとかが相まって、うん、すごいこう人々の関心を集めやすいシチュエーションだったからなんだけど、うん、まあ全体的に見たらば、まあ普通のあの流れですね、うん、ちょっと今回やっぱ日本選手は苦戦してますね、はっきり言って。あ、さっきもちょっとテレビつけてやってましたですね、うん、女性の女子の55キロ級かな、うん、で初めてあの金が出ました、日本柔道で。お、中村美里じゃないな、忘れましたけど、うん、でそれも決勝であの相手が河津垣を仕掛けてきて、うん、それが反則一本負けっていう最低で金メダルを取るっていう、なんかいまいちこうんって感じなんだけど、金出ました。なるほどね。で男子の方が銀メダルですね、中村力也だったかな、うん、
選手がちょっと負けちゃってね、吉田の選手に、ね、うん、オリンピックっていつまでやるんですか。あいつはだけど1週間とか2週間で終わりますよね。あ、そんなもんか。すげえ短いですよ。うん、だからまああと1週間とかで終わるんじゃないですか。あ、もう始まって1週間ぐらい経つ。まだ1週間はまだか。そのままやってからだから金土日月火で5日じゃないですか。あ、大会から数えれば結構経っとるな。そうですね、結構終わってますからね。うん、体操とかもやってるし、水泳もやったし、サッカーもやってるし、うん、オリンピック全然僕興味ないんですけど、うん、でもなんか年食ったせいかな、うん、見ると面白いね。マジか。なんか僕サッカーって全然興味ないんですよ、うん、でもなんかまあツイッターとか見てると多くの人は興味あるっぽいじゃん、うん、特に男子サッカーとか、うん、女子サッカーとかほら世界一になったからさ、すごい注目度あるかと思ったら結構注目度低いんだよね。見たらすっげえ面白くてね。むしろ逆に日本スペインに勝った日本の歴史的勝利とかは全然無視してるんですけど、うん、女子サッカーが怪獣回してるのを見て、うん、おお同点で勝ち点1-1か、うん、頑張ったなとかって思ってホクホクしながら見てました、ね。うん、はまあね、見れば面白いんやけどなかなか見る気にならないね。ならないね、本当にね、うんうん、まあそんな感じのオリンピックで、うん、結構まあなんか不思議な感じですね。なるほど。いや、ちょっと面白かったよ。みたいですね。あ、うん、外国人選手は少し反省しようと思いましたね、はっきり言って。いや、なんかね、そういうのほんまなんか韓国のプレイってなんだあーなんやろうなって思うね。いや、でもね、僕それはもちろんなんかたまたま韓国だったからちょっと余計な像を引き出しがちだと思ったけど、うん、韓国が特別ひどいんじゃないね。そうなの。基本的に外国人選手はみんなひどくて、外国人なんかうん、ひどい、すごいひどい。うーん、僕は見たけど、ロシアの選手は、うん、まあ、死な確率が2分の1くらいで、うん、東欧の選手が基本的にひどい。うーん、ウズベキスタンとかカザフスタンとか、うん、ひどいし、でひどくない選手ってじゃあ誰だって言ってくると、まず日本は一律ひどくない、驚くべきことですけど、日本に一人がいてもいいのにね。うん、で北朝鮮の選手が案外良かったりするね。きっちりしてますね、なんか。レスリングみたいにやるよね、やっぱりね、海外の選手。捉え方が違うんやろな。いや、でも捉え方違うっつってもさ、いや、これいろんな意見あるよね。僕もさ、サッカーとかやってさ、反則とかも使いながらうまくこうさ、うん、全体的なゲームをデザインして勝ちに行くとかっていうさ、うん、まあ、割り切って考え方もあるじゃないですか。うん、でもそれ柔道やったら柔道やる意味ないからね、とかって思ったりもするんだよね。まあまあ。レスリングやってくださいよと。と思う他方で、ただそれって綺麗事だから、うん、まあ文句言うためにも勝つ必要があるんだなと思ってね、うん、勝負の厳しさを面白いますね、本当にね。でもさ、サッカーとかでもひどいやん、韓国って。サッカーは一番ひどいだろうね、やっぱり、ね、でしょ、うん、なんかそれを聞くとこう、なんていうんかな、なんでそんな感じなのかなと思って。まあ韓国は日本年像があるからってなるのかもしれないけど、基本的には韓国が特別ひどいというよりかは、まあ、韓国も特別ひどいところあるんでしょうけど、うん、まあ、海外は基本的にひどいんじゃない、ルールを変えてさ、不利なような条件を押し付けてくるし、まあ、もちろんその西洋白人の人たちってのは自分たちが得意なジャンルではすごくこうリスペクトフルっていうか立派に振る舞うよね。うん、例えばほらイタリアとかさ、フランスはサッカーでさ、そういう成績残してるから、うん、まあ、立派に振る舞うよね、やっぱりね。うん、とかそういうのはあるけど、そうじゃない分野ではかなりこう空に振る舞うよね。うん、まあオリンピックでそのスポーツマンシップ重視っていうところもあるけど、同時に国家の代理戦争っていうところも強いからね。まあなるほど、勝手なんぼやろと。そうね。でも日本は本当苦戦してるね、今回ね。お、重量上げで銀メダル取ったとかが結構こう好成績、予想外の好成績くらいの勢いで、はあ、僕はむしろ期待したメダルとか全然取れてなくてしょんぼりみたいな、うん、です感じですね。柔道とか結構きついし、水泳の北島ってるじゃないですか、うん、超気持ちいいで有名な平泳ぎの選手、うんうん、だから彼も会長に 100m かなでは5位とかに終わって、うん、あらーみたいな、はあ、おい待ってくれよ、競馬だったら 1.2 倍のディープインパクトにかけたっつうのに、うん、これはちょっとありえないんじゃないかみたいな、俺100万かけたんだけどとか、そういう世界ですよね。そんなに本命やったんや。うん、だってほら、でもまあ、そこまで詳しく分かんないですけど、そのライバル選手とかが休止とかしたりしていて、はあ、うん、してたんですよ、ちょっと名前忘れちゃいましたけどね、うん、なんかまあ、29歳とはいえ、うん、結構いけんちゃうかという流れではあったんですけどね、うん、あと、体操がすごい話題を呼んでるわけですけど、うん、まあ、めっちゃ知ってんね、君。あ、これは僕がオリンピック見てるからというかは、うん、ワイドショーで出題されるんで、うん、
ベビーようと思わなくても流れてきてるっていう内容なんですけど、まあ一応、まあ一応言っとくと、うん、内村っていう選手がいて、うん、すごいプリンス的な甘いルックスと圧倒的な筋力によって金メダルはまあ4個くらい取ってくるんじゃないかみたいな人だったんだけど、会場に鉄棒とかで落ちて、これもありないことですよね、やっぱりね。なんかボクシングで言ったらこう減量に失敗しましたみたいな、マジかよみたいな世界ですよね。そうだね、なるほど。いやちょっと陰謀疑いましたね。なんか鉄棒に塗ってたんじゃないかみたいな、結構さすがに。でまあダメなものはダメだったりしてて、結構本番でやられてますね。なるほど。なんか感じでした。じゃあお便りいきますか。おー、やめましょうやめましょう。お願いします。今日はね、喜びのお便りが届いてますよね。あ、そういえば今日のあのタイトル、あ、はいはいはい、ですけど、君の瞳にカンパーニュさんからいただきました。勝手に通訳ということでね。勝手に通訳にされちゃったの。あー、というタイトルですね。俺通訳ってやったことないんですよね。そうなんですか。一回も。はい、結構あります。こう牛丼食べてますけどないですね、一回も。なんか恥ずかしくて。通訳っていうか、その、まあ、これ要するに、こう、オプションですよね。そうそう。なんか恥ずかしくない言うの。そうでもない。いやー、わかんねえ。ただ、もうしなくなったんでね。うん。なんか、通訳ってなんだよ、みたいなのが、未だに残ってて。訳ってなんだよ、みたいな。僕よく思うのは、うん、まあ、こうやって要するに吉野家用の用語だったわけですけど、そうですね。それをなんか松屋とかさ、すき家とかでやってる姿を見て、恥ずかしいと思った、うん。なんかこう、うちの地方だけ通じる造語とかを、うん、なんか隣の県とかでも使ってるんだけど、何これみたいな感じの恥ずかしさとかあって、うん、で実際さ、例えばさ、あの、要するにこういうことだよね。吉野家で牛丼じゃん、メニューが。はい、で、松屋に行くと、うん、で。牛丼くださいとか言うと、牛飯っちょとかって言い換えられるわけだ。そうね。ここにこう M 言われに居心地悪さを僕に感じていて、はいはいはい、つゆだくとか言うとなんか悪いかなと思って、つゆ多めでとかって言った時期もあったんですけど、うん、店員はつゆだくとか言うんで、どっちだよとか思ったでしょ、うん、なるほど。ちょっとありました。腹立つなそれ。まあ最近しなくなりましたけど、まあ僕は結構あのタレが浸ってる方が好きですね。うん、今度やってみようかな。あ、そういえばこれで思い出したんですけど、うん、牛の日だったじゃないですか。うん、はい、うなぎですね。うなぎ高騰したりしてなかったり食べたいですけど、うん、食いました。あ、俺も結構食ってますよ。あ、いいな。今日も君日常的にうなぎ食う人だもんね。うん、っていうかまああれば食いますね。今日も特うな丼を食べましたよ。マジでどこですか。すき家です。あ、すき家。あ、すき家あるんだ、なるほどね。僕しばらく食ってなかったんですけど、あの牛の日とかはもう疲れ切っていて、うなぎ食いたいという気持ちだり、うん、もうコンビニでひっそりと残っていた1500円のうなぎ丼とか買いましたね。ああ。大変美味しかったので満足しました。あれね、高いって言われてるけど、うなぎ。はい。なんか今は実はそんなに高くないらしいね。あ、そうなの。うん。なんか相場自体は春に比べたらかなり落ち着いてて、なんか前年比1割増しぐらい程度らしいよ。だってそのうなぎのね料理をさ出してるチェーン店もあるわけだし、うん、それとこがバーンとこう変わってないってことはそういうことだよね。でもまあ特うな丼1100円とかでしたけどね。そんな高くなかったでしょ今まで。1500円までは行ってなかったね。うん、でだからなんか便乗値上げな感じがするんですけどね。あ、高いということにして。なんかまあ中国産うなぎがバシバシと捉えていて、うん、ロシアとかに買われていってやばいみたいなニュースが聞きましたけど、うん、まあ、あとうなぎ自体が、うん、あの希少種ということで規制されるみたいな話の中のなんか条約でねやつですよね、うん、ワシントン条約か。ワシントン1種と2種があるんだよね、うん、いやでもねさすがにねそのニュッケが禁止され、うん、レバーが禁止され、うん、うなぎまで禁止されたら暴動だよとか思ったね。確かにね、食の選択肢が、まあ、数あるとはいえ減っていくのは心よくないですね。うん、僕そんなにうなぎ食う方じゃないんですけど。まあ俺もそうですよ。ただその、まあレバーとユッケとうなぎを足して合わせると、うん、なんか 2% くらいの社員になるんじゃないかとか思ったね。自分の人生における食文化の。マジか。やっぱ言い過ぎかな。まあ、わかんないね。まあ、でもうなぎはね、食いたいなと思いましたね、うん、牛の日とかで食ったりすると。まあ、美味しいですよ。僕、中野区在住ですけども、うん、中野区は美味しいうなぎ屋があってね。いいね。
あの、美味しいものに登場したようなネギがあって、あ、何回か使ってますけど、大変美味しく、白焼きうな重。普通のうな丼とかって、なんていうの、ちょっと泥臭い感じがあるので、はい、うん、それをこう、なんか、高級品は解消されているとかだったら、一回食いたいですね。でも、もし、ああ、泥臭いかどうかも、僕、ちょっと舌がよくわか、あの、しょぼいんでわかんないですけど。なんていうの、泥を食ったことないけど、別に、うん、なんかこうね、なんかこう、臭さを感じる時があるんですよね。なるほどね。うん。まあ、高級だからいいんじゃないですか。僕が食う高級なんで、せいぜい3000とか4000のレベルですけど、うん、大変美味しいですね。ほんのり甘く、穏やかな味わいが口の中にじゅわっと広がっていって、あっさりとしているけど、コクがあって、しかし、引っ張らく。わあ、いいね。腹減ってきた。いや、本当にあの、いや、うなぎって本当、あの、食欲をそそるんだなと思いました。なんか食ったら体に良さそうなイメージもあるしな。ちょっとその暑いしね、変な気がつきそうだね。変な栄養がいっぱい入ってるみたいなイメージある。ドーピング的な感じ。なんか普段の食生活では絶対取れないような栄養素が入ってるみたいなイメージあるな。ああ、なんかうなぎも結構さ、うん、まああの我々が食うようなチェーン店向かうと、まあ重とか丼とかだけど、うん、まあお吸い物とか白焼きとか多彩な料理法があるよね。そうはね、ひつまぶしとか。うん、足つまぶしありますね、ほ、うんとに、俺も腹減ってるよ。お便りいきましょうか。はいはいはい、フビンさんからいただきました。はい、いただいてますね。ノマドのレビンさん、はい、クー、あ、違った、 COO の村上さん、こんばんは。クーじゃなかったです。はい、暑くなってまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。レビンのフビンと申します。はい、前回波間の国のファーストの簡単な感想のメモをしたので、うん、今回はレビン宇治のゲーム、宇治いや、なんか相手なんで、うん、レビン氏のゲームハッピーコアダンプの感想を書き殴りたいと思います。マジか、やったね。やった。1年後にして感想が来た。うん、ページに思ったことがあります。はい、非常に理不尽です。はい、主人公とプレイヤーが気の毒です。うん、展開が斜め上を行き過ぎていたと思います。うん、あ、ちょっと待った、これネタバレじゃない。マジで。まあネタバレしますか。もういいんじゃん。はい、まだ、あ、なんかガムロードで販売してるんだっけ。そうね。いや、しかしネタバレによって新しい層が展開するかもしれない。まあ、我々のね、あのポリシーである、ネタバレしてつまらないものはつまらないんだみたいな、あるじゃないですか。あります、あります。ネタバレしても面白いも面白いですね。やらしかないか。三雲どきが出てそのままエンディングを迎えたあたりで呆然としました。はい、出ちゃった、ディスコ探偵水曜日。うん、1年半前にプレイしたので記憶が曖昧なのですが、ほっと1年半前か。あ、そうなんや。主人公の目の前で原因も分からぬまま自殺してしまうキャラもいたと思います。うん、しかもその次には日本が崩壊してしまうなんて。もう一度言いますが、非常に理不尽です。そうね、それは理不尽だね。おっと、自分なりに原因を考えてみました。うん、実は謎の組織のトップが黒髪ロングの和装ロリお嬢様かっこ超好みですかっこ閉じで、うん、彼女が気まぐれに側近に漏らした願望がいつの間にか命令として伝わっていて、うん、伝言ゲーム状態を経て曲解された結果、ダンジョンやら誘拐事件が起きた。うん、彼女の、ね、願み、望みか、望みと違った形ではあるが、うん、主人公と仲良くなりたい的な願望を達成することができたので、うん、一連の事件に何らかの手を打つことができたけど、手をこまねいているうちに日本崩壊、てんてんてん、うん、というような妄想しました。うん、レヴィン氏は何を考えてこのゲームを作ったのでしょうか。うん、理不尽展開と最後の三雲どきは一体何なのでしょうか。うん、自分のような組には分かりかねます。差し支えなければ教えてください。それでは失礼します。なるほど。へえ。いやー、これはね、なんかあんまり言いたくないですよね。そりゃそうだよね。なんで作者がなんかこう自ら謎を解いて説明すればならんのかな。あ、もちろんね、自称解説とかあったりしますけど、まあ、うん、そこはぜひ答え合わせは期待せず、うん、ゆっかりポロッとレビューが言っちゃったっていう時を、うん、未来永劫待ち続けましょう。まあね、これね、なんやろうな、まあ、考えてないわけじゃないです。単に理不尽にしたわけでは確かにないんですけど、うん、まあ確かにあのテキストをどんなに掘り返しても出てこない感じではあるかもしれないね。何、その意図とかが、意図とかが、設定とかが合理的なものとして、うん、なんかこういう風に想像するしかないみたいな。てか、まあ正直言ってさ、あれだよね、うん、作者としてはそういうことを
言うのも結構はばかれるものがあるよね、本質的にはね、うん、というわけでまあそこはぜひ皆さんがなんかガムロードという塔で購入して、うん、その目で自らのハッピーゴアタンプをこう作り上げてくださいって感じ、ね、割と衝動的な感じで、これね、もうでも俺これで結構懲りたんですよ。こういうなんか分かんないみたいなことをめっちゃ言われたので、はい、なんかやっぱ分かんないのってあんまりあかんのやなと思って、あの分かりやすいのにしようってこの辺から思いましたね、これ出した直後ぐらいから。ああなるほどね。あだから割とまああんまり作品を作ったりしてないけど、はい、これ以降は、はい、なんか作風変わってると思いますよ今すでにも。まあね、ユーストリームチェッカー小説大賞で探すと59分の1の確率でレヴィンがいるみたいな感じだからね。そうですけど、あれもあのその前回のやつで俺がなんかアブラヒモビッチ殺人事件っていう短編を書いたんですけど、はい、もうあれとは全然違う感じになってますね今回のやつは。まあ、あれも似たような感じなんですよ、こんな わけわからん感じで。はい、でもなんか変わりましたね作風がね。うん、やっぱ人のフィードバックで変わるもんなんやなと自分で今思いますね。まあそうだね、うん、奥様ちゃんは小説とかはあんまり書いてませんけど、評論ではね、うん、そういう態度になってきてたらね、うん、蓮見先生の真似をして、うん、人を煙に巻いてやるぜという気持ちがあったわけじゃないんですけど、うん、まあ分かってもらった方がいいなと思いますね。そういえば村上君はその本を入稿したでしたっけ。もう完全にしたんですか。したよ。じゃあもうちょっと余裕できましたよね。あぜひ読む方にも取り掛かっていただけるかなと思ってあそれはね、それはね非常に不安定な世界だよ。はあ、なぜならば、うん、なんか入校にかまけて全ての仕事を放り投げていた結果、放り投げたわけでもないんですけど、うん、どんどんスケジュールをしてるぞと。まあしかしまあそれはそうとして、うん、ユーストリーム結果小説大賞締め切りいつなんでしたっけ。8月8日でしたっけ。8月5日かな。5日だよね。あと5日か。そうだね、全くもちろん前回の週から何も状況が変わったんですけど、うん、まあ選別とかね、そういうのを見ていこうかと思いますね、うん、僕ぜひお願いします。はい、じゃあ次行こうか。ふびんさんありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。励みになります。いやハッピーコアダンプのね、感想どしどしお待ちしておりますよ。はい、で次はね、どうしようかな。じゃあモコタン参加いただきました。はい、これやばいよこれ。本日中本童貞、あすいません、村上さん、レミさん、こんばんは。はい、本日中本童貞を卒業してきました。中本、はい、ラーメン屋さんですね。はい、お二人のツイッターなどで評判は耳に入れていましたが、うん、いやこれが本当に美味しかった。おお、初めてということもあり、今回は蒙古タンメンに舌包みを打ちましたが、うん、次は北極に挑戦したいと思います。マジか。お二人は最近食べた辛いもので、これはと思うものはありますか。ああ。でもいいんだけどさ、これ最初で、うん、あの中本童貞って書いてあったのが、うん、中年童貞に見えて、本日中年童貞を卒業してきましたとか言って、おっと、どういうこれは報告なのかと思っちゃいましたね。危ない危ない、ラーメン屋さんでした。うん。中本です。中本はあの辛いラーメン屋さんで、そうですね、蒙古タンメンっていうのがまあ普通レギュラーみたいな、普通のちょい辛い方のラーメンですね、うん、レギュラーなんだけど、まあ普通の人からしたらちょっと辛いかなぐらいのレベルかな。中本は正式名称が蒙古タンメン中本というので、まあ、看板メニューなんですね、うんうん、で初心者にはなんか味噌ラーメンみたいなのがあって、辛なんか辛さ1みたいな。蒙古タンメンが確か3か4ぐらいかな。で北極ちょっと辛かったかな。北極が8-90とかですよね。あの北極っていうのはもう北極に行きたいほど辛いってことで真っ赤なんですけども、うん、これはあのですね、あの中本の辛さ基準は10段階評価で、うん、確かですね、僕の気がしたら蒙古タンメンは6です。あ、そうなんや。で味噌タンメンが5か4で、ほうでタンメン、あ味噌ラーメンが1とか2で、おあとゼロにあの普通のタンメンがあるはずですね。で、あのこれは普通のラーメンなんですけど、これをこうつけ麺にすると、うん、だって1から2評価が、辛さの評価が上がるんですよ。うんうんうん、そうそう、つけ麺の方が上やった気がする。そうです、だから北極をから、つけ麺にすると、うん、これね、これ奇弁だと思うんですけど、うん、蒙古タンメンをつけ麺にすると蒙古
つけ麺とかなんですよね、うん、で味噌タンメンをつけ麺すると味噌つけ麺とかなるんですよね、うん、あの北極をつけ麺すると、うん、冷やしラーメンとかになるんですよ。え？だから何も知らずに冷やしラーメンとか頼むと、うん、最も辛いものが現れるとかっていうことになってて、マキシマムが、いやーマキシマムです9ですよ確か、はあ9か10、うん、あれはやばいよさすがに。いやー北極って相当でしょ、俺多分食えないレベルやと思うな。僕はまあ7年前に食って、うん、一応耐え切ったという記憶はありますが、うん、ちょっとねあの26歳以上の人はおすすめできない。ああ若い、若い人だったらまだいい。でも俺1回は食いたいな。あそれはもうどうぞ言ってください。あのいや一回あの美味しいよやっぱり、あの食う価値ありますよ、腹壊してでも。腹壊してでもってもなんかまずいもんみたいな話じゃないけど、まあちょっとやっぱ刺激物だからね。うん、あのあとレギュラーメニューにね、味噌ラーメンってやつがあって、ラーメンは卵に麺とか言ってラーメンなんですけど、うん、これがまあ辛さがレベル4 7から8のラーメンで、これめちゃくちゃうまくてですね、うん、ちょっとハマりましたね僕前行った時に。おで、あと辛いものについても、なんかあの、うん、もう中本の回し物みたいになってきてますけども、うんうん、まあちょっと辛さを収めるとか言うと半減してもらえるんで、うん、おすすめですね。なるほど、もう村上くんは全ての回し物ですよ。いやー、まあ。世の中全ての回し物です。いや、世界をね、楽しんでいきたいからね。いや、でも蒙古タンメンすっごく良くて、僕はもうね、はっきり言ってちょっと体壊れてるんで、うん、辛いものを食ったら絶対に、その日お腹痛いとか言ってるっていうことを、この前知人に指摘されたくらいなんですけども、うん、暑いじゃないですか、やっぱりこの最近、うん、夏ですからね、うん、どこだっけ、埼玉では38度とかを記録し、うん、東京都も練馬区とかでは35度、8度とか記録してる世界ですからね、うん、でつけ麺ってなんで食うんやろうと思ったら、まあ、辛い時はつけ麺のつるっとした感じがいいっていうのは、よく通俗的に言われてたんですけど、うん、この年でようやくその、つけ麺で辛い時にはこう喉越しをつるっとしていてて爽やかでいいなってことを味わえるようになってきてですね。辛い時というか暑い時、あ、そうです暑い時です、うん、辛い時ですね。でその代わりで、まあ、辛いのはやりすぎだと思いつつ辛いの食ったんですよ、うん、中本で、うん、その時は蒙古タンメンじゃ、蒙古つけ麺ですね、うん、もう蒙古つけ麺とかでもレベル7とかだったはずなので、うん、赤いんですよつけ汁が、うん、いやーきつそう。でもね僕はね、うん、感動したよ、うん、こうあの箸でさ麺をすくってツッと入れる、うんうん、そうするとこう味噌だれのオレンジ色の色の中にこう、うん、からしだれのこう真空の、うん、層とかがある中にツッと入っていってツッとこう鮮血を引くようにこう汁が麺にかぶりついて食うわけだ。ちょっと鮮血がスカーンときて、うん、これは、うん、これは明治期になんか日本芸術について岡倉天心とともに研究したフェノロサが、うん、京都法隆寺の五重塔をフローズンミュージックと評したが、まさに凍れる音楽だとか思って食ってましたね。うまいと。どんな思考やね。いやでもさ、これは僕なかなかない、なるほどと思ったんだけど、それ一番辛くて熱いものを北極とかって表現してるわけじゃない、うん、まあ、北極に行きたいって分かるんだけど、北極でなんだよって思うと思うんだよね、やっぱりね。そうだね。知れんじゃねえか、北極赤くねえよと。うん。でもなんかそういう、そういうすごい寒いもの、冷たいものになつられる気持ちが分かった気がしたんだよね。いや、ラーメン、僕は深いですよ、本当に。真空かいな。真空。俺今ミルクティー飲んでましたよ。うん。ローゼンメイデーですね。いやーなるほど。でもまあ俺 2,3 回しか行ったことないんですけどまだ。蒙古タンメン中本も随分と支店が増えて、うん、昔は新宿とかあったんですけど、うん、あと池袋が本店なのかな、うん、いろいろあるよね。はい、僕はあの高田馬場にできたんで、うん、すごく駅前徒歩1分のところにできたのでよく行ってますね。うん、うん、いろいろね店によってしきたりも違うようなんで。であと食べた辛いものでこれはというもの、ああなんかありますか。いやー俺あんまり辛いもん得意ではないんやけど、最近はちょっと食うようになったぐらいで、なんであんまりないかな。ですね、うん、これやっぱラーメンしかないんですけど辛いもんって言ったら、うんうん、我が中野区には有名なラーメン屋として野方ホープというラーメン屋があるんですけども、うん、そこで味噌ラーメンじゃ担々麺だったかな、うん、の辛いのがあって、うん、その話をしたいんじゃなくて、うん、そのラーメンってまあ一応荻窪等にはチェーン店を出してるんだけど、うん、まあ、むしろチェーン店ではなくて結構老舗感のあるラーメン屋なんだよね、うん、わざわざそこに食いたくて深夜に車を買ってやってくるファンがいっぱいいるような、うん、でなんか結構そこの出してるような創作辛いラーメンみたいなものと同じ水準のラーメンを、うん、
チェーン店の家系ラーメン屋の大龍軒っていう店があって、うん、そこで開発してたんですよ、うん、普通のラーメンがあるとつけ麺もあると、で最近はこう真紅の国龍と書いて光龍というラーメンをこう開発しおっと辛そうじゃないかと、120円出して真紅の色に染めてしまったかと、うん、まあまあ俺が食ってやろうじゃないかと、うまいみたいな感じで食っててですね3回くらい食っちゃいましたね。あー、やっぱラーメンですか。ラーメン以外なんか辛いのってありますかね。カレーとか。あ、俺カレー全然食わない。ああ。逆に。ああ、最近むしろ冷麺食いました。冷麺。うん。冷麺って言ったら我が岩手県は盛岡市の郷土料理でございますが、あの別に焼肉屋で食ったんじゃなくて家で作って食ったんですけど、うん、まあ暑いからやっぱ冷たいものはいいかなと。そうね。まあ、ごまかしですね。死ぬほど辛いってわけじゃないんですけど、もちろん市販のものなんで。うん、でも辛いものなんかあっかなぁ。ないな。うん。残念ながら。まあ、そんなもんですかね。うん、なんか、そういえば、暑い時期にというやつですけど、なんか、そうめんとか食いたいじゃないですか。あ、そうですね。で、そうめんを美味しく食べるコツみたいなのが、なんかね、知り合いが言ってたんですけど。何ですか、何ですか。いやー、ちょっと、次回言います。調べときます。そうめんはね、僕もよく食うんですけど、うん、簡単だからね、うん、でそうめん作る時のなんかコツとしては、うん、僕薬味が好きなんですよ、うん、ネギがとても好きなんですが、うん、大人になってからみょうがも好きで、あ、ネギとみょうがをザクザクと切り刻んでブコーンとこうつけじ、めんつゆに入れると、うん、でそうめんだけ食うとちょっとこうパンチ弱いかなと思ってそれで食うようにしてるんですけど、ね、これは清涼感があって爽やかでいいですし、あとさっきの話と関係してるんですけど、もう年食ってきたら辛いのは辛いと、うん、で結構ほら実家とかで言うとですね、暑い時とかに夏休みとかに両親がバン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 こう昼は冷麦そうめん曜日とかで作ると、あ、もうやめてくれと、うん、なんかこんななんかこうなんか糸こんにゃくのようなものをただこう汁につけて食うとかいうような圧倒的に栄養価の低い文化はコリコリだよみたいな気持ちいたんですけど、はいはいはい、大人になってから食うと大変美味しくて風情があって風流であるつるっと喉越しも最高で、うん、なんかこう全的なものを感じるぜみたいな気持ちですねいやー年取ってるね、順調にもう27だからね、本当に、ね、まあだからそうめんでも、まあ逆に言えば子供はともかく大人はみんな食ってるわけだからね、うん、人がなぜそれを好むのかっていうような深層的な理由もなんか理解できるようになってきましたね、美味しいと思います。まあ次回ぜひレヴィン君のその見たというそうめん美味しく食べるコツも教えてほしいですね。じゃあ次行きますか。はい、はい、次はですね、そった佐々木さんからいただきました。はいはい、50万円あったら何をしますか。うん、小さいものをたくさん買いますか、高価なものを一つ二つ買いますかというなんかすごい簡潔な質問なんですけど、あ、まあとりあえず銀行口座に入れますよね。え、何それ、利回り運用ってことですか。いや運用しないけど、なんか多分ダラダラ使って終わるんかなと思って。あ、これなんか50万ぐらいダラダラ使う範囲でしょ。どうだろう、50万ね、僕程度の、ね、人間だと、うん、50万ってまともに、まとめて入ってくる額だと、うん、まあ割とその1スケール上っていう感じなんだよね。うん、ただまあなんかその30代のサラリーマンとかだったら、うん、月給のセールが50万くらいなのかもしれないけど、うん、まあ僕とかみたいなとしょぼいんで、なんか一撃で50万入るってことはなかなか少ないんですよね。案外だらだら使わないかもな、僕。おー、なんかこう、なんやろ、空気清浄機みたいなの買うとか。うん、ありえますね。あ、でも乾燥機欲しいかもな、ちょっと。乾燥機？乾燥機。あ、乾燥機、洗濯機の上に置くような感じなんですか。そうそう。あ、でもいらないかな、なんか風呂に乾燥機能があるからな。僕は、うん、まさに工寮作業を事務所でやったんですけど、うん、事務所ね、あ、冷房ないんで冷房ないんで、あ、それやと思ったわ今一瞬一瞬にして冷房を買うわと。いや、うん、皆さんも分かんない、東京とかに住んでる分にはほら賃貸住宅だともうクーラーついてないことありえないんですけど、うん、クーラーない住宅をね安く借りて事務所使用してるんですけどもね、うん、なんかさ、はい、クーラーって壁の上の方に設置するやん。はい、じゃなくてなんかこう置くタイプのやつとかあるやん、そうだね、あるみたいね。あっちの方がいいんじゃない。いや実際その壁改造してつけれないんで、うん、まあベランダに室外機を置いてガコッとしてやるやつか、うん、室内に置くのか2パターンしかないんでね。まあでも室外機ないとパワーがやばいか。怖いね。
そりゃそうやでな、熱をどこに排出すんねんって話やもんな。いや、ほんとですね。もうあれ、ぐんぐん動いてもね、ブーみたいな感じ。そうね。まあ、エアコン結構でかい買い物なんで、ほ、うんとでかいっすよ。10万、15万は当然飛んでくからね。あ、ほんまに、うん、いいのだったら。うん。びっくりしますね。あ、で、まあ、そういうのあるかもしれないし、あとなんかな、50万クラスの買い物ってなんか。エアコンってさ、室外機込みの値段なん、それって。あ、でもどうなんだろう、わかんない。室外機もあれで、大概のものやでな、金かかりそうなもんやでな。でかいしね。うん。ちょっとよくわかんないね。うん、まあ、買うとなったら、まあ、僕もこう、我がこととして調査し、うん、このラジオに調査報告をいたしたいと思います、ね。そうですね。他には、うん、そうやな。あ、でも50万あったら結構旅行とかするかもな。旅行、ハワイ使って旅行はしないかもしれないけど。ハワイ行きたい、ハワイ。ハワイに行くとかもう5万で行けるからね。ハワイ行きたいですよ、俺は今。なんで？なんかね、急に。なんかね、まあ冬場とか、でも結構冬場とかだと10万ぐらいするんじゃない？なんか冬場の方が高いでしょ。そうだね、オフシーズンの方がね。うん。僕はもう工業作業やってて、うん、いやー、村上さん疲れましたね。どっか行きたいっすね。温泉行きたい。温泉いいっすね。温泉行ってビールだ。いいっすね。最高っすね。ビール。温泉行ってマージャンだ。最高っすね。温泉マージャンって感じの。バカな世界に突入したんで。実に温泉マージャンしたいなと思って。いや、なんかこう、ハワイのカラッとした暑さを味わいたいな、みたいな。あ、でもやっぱり確かにその、うん、ありますね。そういうカラッと感はね。日本はジメッと感ばかりが強いですから、ね。そうそうそう。それと、まあでも温泉もいいな。温泉も、まあ、ちょっとなんか、ものじゃないから、うん、またちょっと微妙ですけど、うん、これなんか世にも奇妙な物語じゃなくて、イフっていうタモリがやってた番組であったけど、確か、こういう質問が。まあ、それは番組の趣旨としては、うん、まあ、世にも奇妙な物語みたいな感じで、うん、あなたの前に選択肢が2つあります。どちらを選びますかとか言って、うん、その選んだ方によって人生がこう変わってしまったってことをドラマで描くっていうタイプ。あのドラマだったんですけども、それで1億円手に入ります、分割でもらいます、あ、1億円じゃねえ、なんか、あなたに幸運が舞い降りますと、うん、10分割でもらいますか一括でもらいますかってやつで、10分割でもらった方がなんか30分ぐらいかかるしなるので、うん、29分ぐらいやった後残り1分で一括でもらった場合とかでエピローグが出るんですけど、十分割でもらった場合はすごくしょぼくて、うん、なんかもうなんかまあ女の子にモテるとか、うん、くじが当たるとかってやれるんですけど、うん、最後にやばい9番目まで無意に使ってしまった、最後に1個は温存してると思ったらば、うん、たまたま買ったアイスのアイスバーの抽選が当たってたとかで終わるんだよ。ふざけんなよとってぶち切れてるんですけど、うん、もう遅いんだ。で一括でもらった場合は、うん、どうしますか、一括でお願いしますとか言ったらば、プルルプルル、あ、もしもし、レミンさんですか、あ、はい、あ、どうなんですか、私、ハワイに住んで、ます、なんとか法律事務所もなんですけども、うん、実はあなたの、地下通っております、おばあ様がいらっしゃいまして、あなたを相続人として指定しておりまして、うん、遺産が相続されます、1億ドルでございます、とか言って。それさ、十分割してないやん、その前のやつ。まあよくわからんが、うん、一撃でやった方がレバレッジが効いてすごいみたいな話なの。いやだって送料が違うよそれ多分。高頻度の送料が。そう。送料違うかもね。十分割してないよ。その1億ドルとかもらえるやつの10分の1がアイスの当たりのわけないやん。まあ1万分の1とかそういう世界だ。うん。僕それ見たせいで、うん、まあなんかもらう分にはこう凝縮してもらい、うん、買う分にはこう分割して払うとかが。うん、なんか運気の秘訣かなとかって思ったりしましたね。まあね、まあ物か、でもなんかもうちょっと物とか溢れてんで多分たくさん買わないだろうね、うん、全く別なあの考え方において、うん、広い部屋とかを買うとかそういう世界だと思うね、もはやね。逆に、うん、だと思います。そんなところですかね。じゃあどうにしておきましょうか。はい、じゃあ、ふつおたのコーナーでした。でした。レビズボ、レビズボです。このコーナーは先週1週間にあったニュースを取り上げ、我々がそれをコメントしていくというコーナーですけど、どうしました？いや、なんか知らない人がなんかタイトルコールとかしてたなと思って。え、
ルビズボッドス。いや別に普通の声でしたけど俺。え本当に？おう。やばい、あの本人かどうかは皆さんがあのコメントをつけてる皆さんにもぜひ確認していただきたい。本人ですよ。あすいません。うん。はい。じゃあ、今週は4本。はい。じゃあ俺読みましょうか。はい。はいこれ。イチローがヤンキースに移籍、米大リーグと、はい、米大リーグのニューヨークヤンキースは、23日シアトルマリナーズの、イチロー外野手を投手2人との2対1のトレードで獲得したと発表した、ヤンキースは、正外野手の、ブレッドガードナーのが肘の故障で4月に戦線離脱、7月に手術するため今季中の復帰が絶望と見られ外野手を獲得するとされていたということです。はい、これ見ましたけど、うん、まあ、いきなりなんかマリナーズと対戦してましたね、うん、ヤンキースのイチローが古巣のマリナーズと。これびっくりしたね。そうなんですか。何がどうびっくりしたかっていうと、うん、いきなりすぎるだろうと。ほう、なんか日本だったらもうちょっとこうオフシーズンとかにトレードの話とかをして、うん、10月とかに終わって、うん、いよいよ4月からは新生ジャイアンツにおけるイチローが野手の活躍を見るようです的なためとかを作っていくのにはずだと思ったんですけど、いきなりこう、ちょっと昨日ではマリナーズのイチローだったんですけど今日からヤンキースやってもらうからえマジでよく言って会長にその日の午前中に発表したなんかメンバー構成とかで午後にはマウンドに立ってるとかっていうスピーディー感があってですね。そんな見えなんや。そうそう超びっくりしましたよ。はあ。やってましたね普通に。ヤンキースイチロー38歳ですか。うん、まあ、マリナーズファンはまあ、イチローのこと大好きみたいなので、うん、拍手で迎えイチローもなんか、四方にこう礼とかをしながらマウンドに立って、うん、いきなりヒットを決めてバーンと走塁し、次のマウンドでは盗塁を決め快調なイチローの仕上がりを見せてましたね。はイチローすごいな。38歳なんやもう。うん、まあでもまあ随分とやっぱりその36号の頃から比較したら成績悪くなってるみたいだけどね。でも38でもよくやってるね。でもなんか話を聞いたところによるとですね、うん、この会見の様子がニュースのソースには写真付きで出てるんですけども、うん、こういう移籍の記者会見をシーズン中にやるのって異例らしいね。ああそうなんや。超一流選手をやるときだけやるみたいですよ。うん、超一流選手やしね。実際ね、うん、でそれに比べて元ヤンキースだった松井秀喜は、うん、なんかどっかレイズでマウンド立ったけど、うん、もう全然点数取れずに、うん、大チャンスの時になんか活躍できなかったので地元市から、ま、だ秀喜松井は穴掘って埋めないとかって言われてでその日翌日には戦力外通告を受けてましたね。はあ。いやーメジャーで戦う生き残るっていうのは本当に難しいことなんだなと思いますね。そうね。いやーもう苦しいところから始まって苦しさを超えたら今度は痛みが来て、はい、心がね。まあでもイチローっていうか、まあ、イチローに限らず結構メジャーの選手って、うん、その37から9くらいまでが、うん、黄金期というか一番有名な時期だったりするから、はい、不思議じゃないとはいえ、うん、まあ、ちょっとスポーツ選手としては結構限界ギリギリだよね。そうやね。前半にはオリンピックの話しましたけど、うん、でも今回のオリンピックって、まあ、歴戦の有志が日本的には出てるんですよ、うん、その水泳行ったら北島もそうだよね。例えば、うん、21で金を取り25で金を取り今回29だと、うん、僕はまあ、29だったら20代だし、うん、まあ、ワンチャン33とかも、まあ、現役続行の可能性あるかなとか思ってたんですけど、うん、結果とか見てるとやっぱやっぱ辛いんだなと思いましたね、うん、20代末後半とか30代とかなってくると、うん、っていうのを見るように、うん、38歳でガンガンやってるイチローの凄さというのがさらに思い知られてくるなと。まあそれもそうやね。うん、うん、でも身体能力の影響具合がやっぱ違うスポーツ。あ、まあそうだね。アスリートとは言っても記録勝負だもんね、あっちはね、うん、記録っていうかその速度とかそうそうすごくプリミティブな記録で、うんうん、技術の介入度も低いだろうからね、うん、まあ、あと団体競技だとやっぱ違うんだろうけど。そうね。でもヤンキースだとさ、ほらマリナーズって正直もう万年最下位みたいな球団で、うん、ただイチローの
なんか、選手記録だけがみんなの楽しみですみたいになってたわけですけど、うん、まあ、ヤンキースだともうメジャー制覇のイチローっていう姿が見れるのかもしれないですね、うん、はい、はい、じゃあ次行きましょうか。はい、こちらです。ハッピーマンデー廃止を提言、うん、民主休暇 PT 素案、うん、土曜祝日は金曜休日に、うん、民主党は26日休暇のあり方検討プロジェクトチームPT の会合を開き、うん、国民の祝日を月曜に設定し連休を作るハッピーマンデーを廃止し、うん、祝日が土曜の時は前日の金曜を振り替え休日にする制度を盛り込んだ休暇改革の素案をまとめた、うん、ハッピーマンデーについては全面か一部廃止とする、うん、祝日に定めた意味を知らない国民が多くなったことを理由にしている、うん、PT はこのほか有期休暇を、休暇を義務的に付与する制度や10月中旬に小中学校で土日を含め5連休を新設することも打ち出した。はい、はい、なんかその理由意味不明ですけどね。祝日に定めた意味を知らないっていうのは、要はその休んでる月曜の休みが何の休みかよく知らないってことでしょう。はい、それって別にハッピーマンデーのせいじゃなくないですか。まあしかしなんか確かに、確かに別にこのその理由で月曜休みを金曜休みにするのって、そうそうそう、大した意味がないと思うんだけど。金曜に休みにしたって、だって土曜がその日やのに金曜に変えたって月曜になったって、そのなんていうの、その当日じゃないという状況は同じなので、ね、なんか意味を知らないのは変わらないと思うんですけどね。まあ、本質的に言うとは言い難いよね、うん、まあ、意味を知らないっていうのはもうこの 7,8 年でぐぐっと進んだ気もするので確かに、まあ、それはそうなんだろうけど、あのでも確かにこれ、はい、あのなんていうんですかね、意図をがいろいろささやかれてましたけど、はい、なんかこう例えば何でしょう、日曜って休みじゃないですか大体ほとんどの人、はい、でも土曜なんかそれにつなげると、日曜にどっか行って月曜は家でゆっくりみたいな風になっちゃうから、はい、こう金曜とか休みだと金土日とかやりやすくなるじゃないですか、 なんか、はいはいはい、日曜が硬い人向けに。だからなんかこう経済界というか まあ、レジャーに関するとかの経済界からの要請なんじゃないかっていう話とか、あとなんか自民党が決めたことは全部やめたいみたいな、あのあ意図もあるんじゃないかみたいなことがささやかれてるのを見ましたけど、どうなんでしょうね。まあ、正直全然わかんないんですけど僕は。ただ、月曜日を休みにするのと、うん、その金曜日を休みにするの、うん、だと、うん、もう結構心理的効果違ったりしそうだなっていうような、なんか単なる印象はありますけどね、うん、まあ、それ以外の理由ってよくわかんないし、まあ、レジャー業界の要望でやる、まあ、やってもらっても特に僕は不都合ないかなとかと思いますけど、うん、あんま関係ないですかね。これを変えるのに金がかかってるとかってのはバカらしい気もするけど、うん、どっちかと個人的に言えば月曜の方がいいかもな。なんで？なんかだって、まあ個人的にって、まあ俺の仕事の状況とは関わらずね、普通の人とさ、月曜が休みだとさ1週間が短くなるやん、その次の、うん、火曜日からスタートになるから、うん、だからなんか得した気分になるかなと思って、で金曜が休みでその月から普通に始まった週が1日短いっていうのよりは、なんかスタートが優遇されてる方がなんか心理的にはいいかなと思って。あ、まあ、確かに逆に人は金曜ってこれで今週も終わりだっていうある種の開放感とかの象徴的な曜日として使ってるだろうから、うん、金曜が目標やってもあんまりそういう点では心理的効果は変わんないのかなって感じがしますけどね。そうだね。もう一個例を言うと、なんかこう例えば走らなあかんと、はい、で村上君今日から 1500m 走をしてもらうってなった時に、こうじゃあ今日は、200m 地点から始めていいよって言われるのと、うん、今日は 1300m にしようって言われるのとの気持ちの違いやね、うん、まあ、確かに200って言われた方がそうそうそう得した感あるよね。得した感あるんだけど。あるっしょ。1300やったら1300か、1300も1500も変わらんだろ、3とこに出るしみたいな感じだけど、うん。そうそうそう。200与えますよって言われるとは、わお200か、みたいな感じですね。なんかそんな感じがするのよね。月曜が休みだと。うん、
まあなんか僕はですね、うん、これたまたま偶然業界的な問題ですけど、結構月曜休みの人がですね、出版業界多かったりするんで、うん、編集者とか印刷業界とか、うん、あれたちかわいそうだなと思ってたから、うん、まあそういうふうに見たら金曜日休みの方がまあ合理的なのかなと思います。でも土曜が休みじゃない人もおるやろうからな。土曜がこうなんていうの、かつては半ドンで、半ドンだね、で全休になったやん。でも土曜じゃない人だったら、うん、飛び切りし連休になっちゃうやん。あ、飛びしちゃっちゃうね。その、確かに僕も今言った月曜休み系の人は土曜は働いてるってパターンですね。うん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 。これなんか、まあ本当、業種の労働体系みたいなものがかなり多様化してるんだなっていうのが逆にはなんか思い知らされますね。うん。はい、まあ、もう、ぜひともなんかストック制にしてほしいけどね。好きなところで使えますみたいな。あ、でもこれってまあ、この月曜にするか土曜にするか、金曜にするかもそうですけど、その、有給休暇を義務的に付与する制度とか、の方が案外、あれかもね、うん、重要かもね。実際義務的に付与したものを、うん、定期的に使うことが全く別問題なんだけど、うん、まあ、その、有給とかをきちんと消化させることっていうのは、結構、その、労働問題とか、うん、政治、政策問題とかでは、割と課題だったようだからね。うん、なんか昨日も聞きましたよ。某出版社ではなんか31連勤してて、ブラック感パないみたいな展開が聞きましたからね。いやー、ブラックですね。まあ、休みはやんないとね、はい、労働監督署から査察が入って、うん、犯罪やねんで、ボーンとかって、カシャってやられますからね、うん。労働基準監督署とかでも手錠使えますから気をつけてください。あ、そうなんや。そうなんですよ。逮捕できるんですよ。逮捕権あるんですよ、奴らは。へぇ。僕の親父がそれやってたんで、はあ、工場とかに査察行って、うん、悪徳労経営者とかをカシャッ逮捕するとかって言ったらしいんですよ。怖っ。衝撃を受けましたよ。警察だけじゃないんだと、はあ、まあ、それやってたらちょっと立ち行かねえんだよこの不況の檻とかって思うかもしれませんけど、まあ、うん、経営者はそれ考えるのが正体で気をつけてください。はい、でじゃあ次ですね。はい、じゃあ、すみません、ブラック企業といえばこれです。つながりましたね。はい、ブラック企業大賞各省決定、東電、ワタミなどの名前並ぶ。もっと、労働法令に抵触、あるいは抵触すれすれの就労条件で社員を働かせたり、いじめでやセクシャルハラスメントがあったりと、労働環境が劣悪なブラック企業の対象を決めるブラック企業大賞2012の対象各省が、2012年7月28日に発表された、対象は福島第一原発事故と後の対応などが問題視されている東京電力だった。ウェブ投票で選ばれる市民賞は長時間労働や過労自殺が問題となっているワタミとなった。その他業界賞は過労が原因で SE が死亡したとされる富士通ソーシアルサイエンスラボラトリとフォーカスシステムズ、ありえないでしょうは賃金未払いなどの問題、賃金未払いなどが問題となっている全省、すき家ですね。特別賞は新入社員が過労自殺したとされるウェザーニュースに送られた。なんかさ、これ記事がなんかすごくウキウキと言ってるような感じがするよ。これどこが主催してんのやろな。もう調べてみようかな。ブラック企業大賞ね。あれみたいなイグノーベル賞みたいなもんだよね。そう、そういうことですね。ノーベル賞っていうのはなんかくだらない研究のノーベル賞みたいなもんなんですけど、うん、ノーベル賞の逆ですね。ブラックコープアワードっていうのがあるようですけども、うん、あ、これはなんか委員会をなんか有志が作って、でその人たちが選んでるみたいですね。でなんか選考委員がなんかルポライターの古川拓也さんとか、まあ、弁護士佐々木亮さん。まあなんか結構、そのなんていう、機関としてやってるわけじゃなくて、まあ、ちょっとこういうのやってみようかみたいな感じの集まりみたいな。ああ、結構。ノリっぽいですね。そういう、その労働問題とか、労組に関係する人たちがやってるんですね。うん、そうですね。で、肝心要のその対象、市民賞などは何かというと、うん、あ、対象は東電か。東電ですね。まあでもこれちょっと意味が違いますよね。まあ実際確かにブラックというか過酷な労働環境にはなってるみたいですけど、それって下請けにの人たちなので、下請けですね。なんかまあでもこれは
なんかちょっとベクトル違わないですか、他のに比べると。まあ対象とか、まあ他の年のやつがわからないからあれなんですけど、うん、まあ負のご祝儀相場なんじゃないですか、うん、みたいな感じかな、なんか、うん。だまあ自信がなかったら渡美が会長に大将の座を欲しいままにしてたんでしょうね、うん、そうですね。でこれあの俺結構主催に呼んだんですけど、このそれぞれがどんな感じなのかっていうのを、はいはい、例えば渡美はまあ有名ですよね。あの新入社してわずか1年もにも満たない人がこう自殺をすることになったとか、はいはいはい、まあそういうやつですよね。はい、時間外労働が140時間とか、あ1ヶ月40時間は結構あります、ね、うん、40時間とか超えたらもうやばいですかね、確かに、うん、でありえないでしょうのすき家は全焼は結構やばくて、はい、なんかねこれあの例えば店からお金がなくなったとかで、はい、なんか56万円売上金がないって言われた店長が、はい、その56万円を給料から転引きされたんですって、全額。どういうことなの。すごいよね、56万円転引きってすげえな。あ、売上金56万円が紛失したとして賃金から全額を転引きされ、そうそうそう、返金を止めたが同社は応じなかった。うん。で結構これ争ってるんですよね、全商って。なんて言うんでしょう、そうそう、国を提訴したりとかしてるんですよ、この損害賠償を払えて。だから未払いの給料を払えっていう団体交渉を拒否して、でいやでもやれよっていう国あの裁判で判決が出て、でそれを不服として国を提訴してるんですよ。今度は中労委命令を不服として国を提訴してる。中労委じゃないかな、中間労働者委員会とかそんなのがあるのかな。そう、ね、中労委は何やったっけね、中央労働委員会ね。あ、中央労働委員会、はあ、うん、はあ、いや、しかしまあ、うん、ちょっとあの、56万円なくなったから、転引きして、全額転引きとか、うん、なんか基本的人権とかを、うん、既存してる気がしますね。これってだってなんか、法律的に違反してるんじゃない？だって、その、例えばさ、1億円のプロジェクトしくじったやつが1億円賠償させられるのかって話じゃないですか。なんかね、天引き問題は、うん、できないはずよね。みたいなのが労働き、うん、法に規定された気がするね、確かに。そうそうそう、引いてはならないってはずですよ。別で取れっていう。でも天引きしちゃったと、うん、いやブラックですね、うん、ブラックっていうかこうその労働環境が悪いからブラックというか、うん、白か黒かで言ったらブラックみたいになってきますね、もはやね、法律的に、うん、違反ですよね、これは明らかに。なんかその強盗が入りやすい店作りとかっていうレベルじゃないんですね、うんうん、とかね、いろいろあるんですよ。なんかこうもうほんまこう働かせまくって死んじゃったっていうケースがめちゃくちゃ多いというか、ほとんどそれが理由ですね。このなんかしかし、まあ、働いちゃうんだなっていうのはよく思うんですけど、うん、みんなよく働くよね。まあ、やめろよって思うんですけど、まあ、正直渡美に限らず、うん、そのショップ救急もそうですし、うん、あとは日本海商屋かな、これもチェーン店居酒屋ですけど、うん、あそこも同じような問題で、なんか最近カービスしかったはずで、うん、どこ行ってもあるなっていうと同時に、どこ行ってもあるってどういうことなんだろうとかって思ったりしたね、やっぱり。そうですね、これって結局なんていうんですかね、まあ新卒主義っていうのもあるし、辞めた時のなんていうんかな、サポートがやばいっていうか全然ないっていうのがあれですよね。失業保険とかも何ヶ月後からとかしか出ないじゃないですか。実習退職の場合は3ヶ月の待機期間かな。めちゃくちゃですよね、3ヶ月も蓄えがあると人ばかりじゃないですよ、そんなね。まあ、普通ないし、なんかその失業者をこう応援するっていう制度の趣旨と離れてるからね、やっぱりね、うん、でもしさ、そのじゃあその3ヶ月後とかに出るってなって、その、失業保険を受け取れるようになってから受け取っていると、もうなんか1年とかブランク開くじゃないですか、そんなの。開きますね。そんなひどい話はないですよね。それはもう受け取れないんだったら続けるしかないわってなるしね。うん、まあもちろんその、うん、会社都合退職にしてもらう
ていうのがまあできればいいんだけど、まあこういう場合できないだろうからね、普通に考えてね。うん、まあなんかちょっと難しいね。一応国としてはそういうその休職中の人に対する手当みたいなものは、うん、まあ、いざその立場やったら結構手厚かったりするんだけど、うん、その立場になるまでが辛いとかだと結構やっぱり問題があるからね。うん、あ、具体的に何かっていうと、例えば失業保険の給付金を長くするとかしてんだよね、自民党政権時代の、成果として。お、本当は3ヶ月だったのを半年にしますとかやってるんですよ。うん、なんでかっていうと僕はその恩恵に預かったからよく知ってるんですけど、うん、ちょっとね、まあ、死ぬことはね、ほんと過労しか。いやでもまあそんなに精神まいってたらもう正常な判断もできなくなってくるやろしな。まあ、逆にそれをいいことにしちゃってるんだろうか、ね、正直言ったら、ね、やばいよね。いやーやばいっていうのはこの、ブラックコープアワード見てると、うん、今その記事で上がったのは 3,4 件ですけど、うん、会長に10件くらい、あ、10件のメールされてるもんね、普通にね、うん、そうそうそう、どれもこれもすごいね、その中から選ばれてるからね、うん、まあちょっとまあ皆さんもいつ自分がそういう立場になるかもわからないし、うん、まあ読んでみるのもいいんじゃないでしょうか、ね、これとかすごいよ、この丸八マワタっていうところとかは、こういらんや、あの首にしたいやつをでも首切れないから、うん、なんか会社作って一個でそこにいらないやつを集めて解散とかしてるんですよね、会社を。やばいよね、ゴミ箱会社みたいなの作ってるってことですよ。で7ヶ月間なんかほとんど事業もないままなんか遊ばせといて、でなんか解散とか言って首切るみたいな。従業員解雇のみが目的のダミー会社とかすごいね。すごいよね。ちょっとなんか会社を、会社法とかの、うん、趣旨を大きく関係ないところで使ってる例だね、これはね。でもな、これはでも法律の方がちょっときついっていうのも当然あると思うよね。首切れないやん、ほんまに正社員とかって。そうなんだね、うん、首切れるようにしたらこんなことしないでしょ。そうだね、まあそりゃそうだね、うん、できないからちょっとおかしな方法を使ってやってるってことだね。でそれ首切らないで抱えとけよって言ったって、やっぱ能力ないやつをなんかしたくないじゃないですか、そんな俺はしたくないじゃないですか。うん、じゃあそれはやっぱね、会社としてはもっと有能な人材のを雇えない、この無能なやつを抱えてるせいで雇えないっていうのは不健全なので。でもなんか不思議だね、僕自身がそういう立場になったことないから分かんないんだけど、うん、まあ、要するに言うたら、あの会社から甘い汁を吸いながらいろいろ泊まれてんだけど、うん、窓際で会長に毎日呼吸していきますけどっていう発想でしょ、それは、うんうん、面の皮が厚い社員からしたら、うん、よくやっていけるよね、そんな感じで。いやまあそれはやるでしょう、でもそれが仕事、そうやってたら生きていけるんやったら。で村上君がさ、自分がバイトを雇うみたいなことを考えたら、やっぱ俺も考えてみたんやけど、うん、思うよ、やっぱ例えば村上君はなんか人を雇いましたっつって、はいはい、こう事務所になんかこう、まあ、雑用係というかなんかこうを雇って、でそいつがもうヘマばっかすると、でもこいつうぜえな、でも月15万とか取られてるんだよなこいつって言って、解雇しようって言って解雇しようとしても解雇できないってなったら最悪やん。最悪だね。でもっと有能なやつがいるとか言って、で そいつに変えようかと思っても2人を雇うのはやばいみたいなことになったら、もういや解雇できるようにしてくれよって思うやん。で結構なんか多少策を労してそいつを辞めさせる方向に進むでしょ。まあそうだろうすね。うん、やっぱ経営者の立場ってそうやでな。まあ正社員で雇わないからね、そもそも多分ね。うん、正社員で雇うことっていうのは、まあちょっとこう話が180度反転しますけど、うん、会社にとってはすごいリスクなので、うん、だったらやっぱこう今のこう非正規雇用者ばっかっていうのはむしろ健全というか、そりゃそうやわなっていう感じになりそうなもんですけどね。なんかまあ結構労働者って法律で守られてるけど、うん、まあだから法律じゃなくて運用で守るみたいなことができれば一番いいかなと思いますね。うん、いつでもその切れるっていう法的な趣旨、後ろともあるんだけど、うん、そうしないようにちゃんと仕事を回していきながら、雰囲気のいい会社であるかゆえに、ちゃんと回ってみたいな方が、うん、まあ一応法的にも雰囲気的にも労働者からとはまあ
理想を言えば思いますけどね。うん、だってしょうがないじゃんね、やっぱりね、うん、ダメになったら払えないものは払えなくて、うん、ちょっと社員とかいっぱいいるんで、会社破綻しましたとかってちょっとありえないからね、やっぱりね。そうね。まあ、だからリストアウトがあるわけですけど、まあ、うん、本当、まあ、不景気が悪いのかもしれませんな。不景気というか、人間の無能力さがやばいんじゃないかと、俺は思ってますけどね。これはでもさ、うん、あれじゃないですか。ある規模が一定以上上がるとこうなるよね。うん、いや、そりゃそうですよ。やっぱりだから人、それはやっぱ人間の平均値が低いからですよ。思ってるより。でもなんか平均値が低いっていう考え方ももちろんあるんだけど、うん、それ平均値というか能力あるやつも、うん、なんか、働きありの法則みたいなのあるじゃん。うん、2対6対2の法則みたいな。はい、結局常に2割は使えない人間としているみたいな。でもやっぱこう労働におけるパフォーマンスと生活水準がものすごく乖離してるってことじゃないですか、じゃあ。まあそうだね。うん、まあしかしこの要するに本当経営とは何かってことはね、終身雇用体制っていうのが昔の日本の、うん、会社のスタイルだったわけですけど、うん、まあ本当にそういうものが破綻してるなっていうのがよく分かってくる事例でしたね、やっぱり。あれはやっぱ国が豊かやったから成り立ってたことなんじゃないですかね、結構。いや本当にだから高度経済成長期で、毎年毎年、来年はさらに経済成長 6% とか決めてますけど何かみたいなことを繰り返したからね。うん、もうないからね。うん、そうですよね。マイナス成長とかありえない世界ですよ、本当に。うん、だから、だんだんとこう、なんていうんかな、埋めていく作業なんじゃないですか、これからは。その自分の能力と生活にどれだけギャップがあったのかっていうのを埋めていきながら、見合った方に行くしかないんじゃないですか、非正規雇用者になって。はい。まあ、流動性の高い社会で、自分を守っていくためには、うん、まあ、見合った生活っていうのが重要ですよね。うん、まあ、まあ、とは言っても人生一回きりなんで、うん、まあ、もうやりたいことやって生きるしかないかなって思いますけどね。全然法とかそういうのと無関係なこと言えば。うん、はい。次行きましょう。はい。次はですね。ラストですね。大きなミスを犯してしまった。はい。楽天コボに何が起きたのか、うん、楽天子会社のカナダコボが7月19日に発売した電子書籍端末コボタッチ、うん、7980円という挑戦的な価格を及び三木谷社長が店頭でトップセールスするなど何者入りで登場したが、うん、発売当日に手に入れたユーザーの一部はアクティベーションできない、電子書籍が正常に表示されないなど不具合に悩んだ、うん、楽天直販サイトの端末レビュー欄には批判が殺到し炎上状態になった、うん、一連の問題はなぜ起きたのか、楽天は問題にどう対処していくのか、そして直販サイトのレビューが閲覧できない状態になったのはなぜか、うん、楽天デジタルコンテンツ推進室の本間小足かな、執行役員に真相を聞いただけしかもしれませんね、うん、アクティベーションできない、大きなミスを犯してしまった、コボタッチのアクティベーションに失敗する人が続出しました、うん、多くのお客様にご迷惑をかけたと認識しています、公募サービスの19日、サービスは19日午後3時に正式スタートする予定でしたが、大きなミスを犯してしまいました。専用 PC アプリ、Google デスクトップのダウンロードサイトにお客様がアクセスできる状態になったのが、正式スタートより前だったのです、うん。最終テスト調整が完了する前のアプリをお客様がダウンロードされ、アクティベーションできないなどの問題が発生しました。うん、端末にプリインストールされる青空文庫のサンプルファイルが、最初のページと最後のページしかない不完全なものだったり、うん、表示に不具合が起きたりしていたのは、ダウンロードいただいたアプリが最終版でなかったためです、うん、また Windows の特定のバージョンでユーザー名に可能な漢字を使っていた場合エラーがいて Google デスクトップをインストールできない問題も起きました、うん、まあ、いわゆる日本語ならではの問題ってやつですね、うん、アクティベーションや同期のための回線も逼迫しました、うん、発売に合わせかなり増強していたつもりでしたが、多くの方の利用は集中し予想以上の負荷がかかって楽天 ID のログインやデータの同期がうまくいかないことがありました、うん、何度もアクティベーションに挑戦されうまくいかないまま時間を無駄にされてしまった方もいらっしゃいます。サポート情報を提供するコールセンターも電話がつながりにくくお待たせしてしまいました。私たち、うん、申し訳ありません、うん、などはい、まあこれは結構長いのでそんなとこですか。まあ結構いろいろ不具合があったと、
いうことですね。まあなんかちょっと忙しかったんであんまりコミットしてませんでしたけど、どうなんでしょうね、うん、なんか行くんでしょうかね。まあこれでもどうなんでしょうね、いいんですかねこれ。なんかまあ見てる限りはあんまり良くなさそうですけど、ちょっとサービス成立しないからね、はっきり言って、うん、日本語の表示流れとかあったら日本人にとってはちょっと根本クリティカルすぎるでしょ、根本的に。そうね。でしかもなんかラインナップちょっとあのこう読み飛ばした後半の方に書いてある内容なんですけど、うん、まあ3万点の書籍をうちのコボでは配信できますよという触れ込みだったのが、うん、実際には2万点で、うん、しかも半分が青空文庫だったと、うん、いうこととか、しかも青空文庫をなんか1円で売ってたとか、まあなんか結構その消費者心理を逆なでするような詭弁をやっていたりしてて、うん、まあサービスをリリースする側の立場に立ってみれば、うん、まあ結構辛かったんだろうなというのはよくわかるんですけども、うん、まあうまい手段とは言えないなとは思いますね、やっぱりね、この辺は。これそうですね、整理するとこのコボっていうのは楽天の子会社のカナダにあるコボっていう会社で、そこが電子書籍端末、あのアマゾンキンドルみたいなもんか、はい、みたいなものをこう安く売り始めたっていうことに関するニュースですね。ナーキュッパって安いのかしら。いや安いんじゃないかな、安いと思うよこれは。キンドルっていくらなんでしたっけ。キンドルも1万円切るぐらいじゃなかった、せいぜい。あ、電子書籍端末ってどの程度の多機能差があるんですか。いやー、どうなんでしょう、俺使ったことないんですけど。いや、僕ソニーリーダーで専用端末の試験が止まってるんですけど、うん、まあソニーリーダー大したもんじゃなかったなって印象なんですよね、やっぱりね、うん、で iPad とかだったらまあ4万とかからのスタートじゃないですか、やっぱり3万か、うん、3万とか、うんうん、それと比較すれば8000円で安いけど、圧倒的な安さですけど。ああ、Kindle が今ホームページ見たんですけど109ドルって書いてるんで8000円、9000円くらいかな、うん、同じぐらいってことですね、うん。まあこの価格がデファクトスタンダードになってくるんですかね。Kindle も相当安いって言われてましたからね。Kindle はすごい安いね、なんか、ね、うん、でそれより下でしょこれ、まあ、80円で計算しても8800円ぐらいですから Kindle が、うん、うん、これは安いけども、青空文庫は1万点人はね、まあ、青空文庫そんな読まないからね。読まないでしょうね。残念ながらね。まあ、ちょっとその、iTunes Store みたいな、うん、お店の、品揃えとかが多分本当に、品揃えと使い勝手の良さとかが本当、死活問題だと思うんで。めちゃくちゃ少なくない？でも2万点って。なんか、全体の書籍に比べたら何パーやねんって話じゃん。4万点なんてね、2、3ヶ月の点数だよね、はっきり言ってね。うん、しかもだから、青空文庫で見過ごししてるから、1万点だからね、本当はね。うん、1万点って何なんだろうね。まあもちろん増えていくっていう考え方あるのかもしれないけど、うん、まあでもスタートアップはやっぱり3万点欲しいみたいなのは、そのあらゆる電子書籍端末を売り出して、市場、いい市場を作りたいっていうところでは、うん、まあ、その、重要問題としてずっとね、海外で論じられてるようだからね。うん、でも日本だと、日本の競合って何があるんだろう。ないんじゃない。漫画でちょっとあるくらいだよね、所詮。あるか？端末で？あ、端末じゃないけど、その、市場、市場。市場。それ、iTunes Store的なものですよ。ああ。あれとくっついてないとそんな大したことないかなと思うんだよね。なんもないんじゃない？まあ、大したものはないよね。うん。まあ、楽天のこのアグレッシブな、こう、攻め。自体は大変いいことなんだと思うんですけど、うん、まあちょっと半年後の様子を少し伺いたいって感じかな。おお、でもあんまり噂聞かないよね、人が買ったとかこういうの。誰か買ってるからこうなってるわけだよね。2ちゃんとか行ったらみんな買ってるやつばっかりなんだろうけど。そうなんかな。あの2ちゃんの特定の場所に行ったら、あれな、 iPad とかを代わりに使うっていうことはできないの。わかんないけど、その、これ着ないんじゃない？これって要は端末、ある端末からはもう、専用のマーケットがあって、そこでしか売買できないってことか。うん、そうじゃなかったら専用端末にないんじゃないかなって思うけど、うん。だってまあ、要するにこの端末はコミケットカタログみたいなもんだよね。
ほう。いや、それで、うん、なんかあの、基礎的な、額をこう確保し、その買い方とか読み方みたいなものを全部制御するって話だよね、やっぱりね。今見てるとですね、うん、あの楽天コムのサイトを見に行ったんですけど、うん、でもアプリ自体は、うん、この端末以外でもできるっぽいね。あ、 iPad、iPhone、Android、Mac の PC とか出てきたんで。じゃあ別にこれ買わなくても iPad 持ってる人やったら iPad で読めばいい。できるんだろうね、この調子だと。うん、そうですね、できますね。うん。あ、だからなるほど。それで、そのアプリを使うのに、高い端末を買わなくても、うちだったら8000でいけますよっていうことが売りなわけですね。ああ。じゃあ、村上くんとかもう iPad 持ってるから、もう、これをもし利用としようと思えば別に、その利用料だけでいいと。だからね、まあ、それに、ほら、我々は EVO 買ったから EVO でもできるんだろうし、うん、SMT、Android のタブレット、うん、とかでもまあできるんだろうね。まあ確かに、あのタブレットやったらやってもいいかもね。アンドロイドタブは、Kindle とサイズが似たようなもんだと思うんで、うん、7インチくらいですね。7インチタブレットですから。うん、まあ、むしろこのためにあったのかみたいな感じですね、もはやね。うんうん、あ、そっか、そうなんだ。まあそうだよね。自分の配給してるタブレットだけで回すって、ちょっとチャレンジングすぎるよね、やっぱりね。それがなんか10万、20万売れるっていうのが確定してたら、まだしも。うん、どれくらい売れてんだろうね、このタブレットは。うん、そうですね。はい、まあでもちょっと、電子書籍市場はね、充実してほしい気もするし、そうね。他方で言うと、あんまり調子乗ってんじゃねえぞ、クソとかって思ったりもするんですけど、まあ、まあちょっと様子伺いですね。どうせまあそのうち楽天の対抗企業とかも場所して出てくると思うんで、うん、その時にむしろ楽天があれですよね、多少ではないけど、まあ、子孫自体感はあるとはいえ、先行者としてガッと出てきて、市場に、こう、芯を問うたことによるフィードバックとかで、どれくらいなんかいいものを、こう、アップデートによって作るかみたいな。こととかが、まあ、むしろ本当の重要な問題なのかなと思いますね。そうですね。はい。はい、というところですかね。はい。じゃあ、レビズバーでした。でした。エンジング。はい。はーい。今日はまた短めで。やったよー。我々の悲願。1時間でやる。1時間でやれば全然できてませんけど、ね。できてないね。まあ1時間半くらいになってることでしょう、おそらく。うん。え、何その、なんかちょっと、こう、困惑しながら返事をするみたいな。いや、違う。うん、みたいな。いや、引き出しの文字とかあったらすごいこう違和感、味とかが書かれてそうだよ。まあ1時間はいついけんのかって感じやな。あれ、あの1回だけでしょ、あのコミケの。俺が一番最初にさ、村上くんが出た、村上くんも録音してた時じゃなくて、うん、俺だけが録音してた時のコミケが確か59分とかやったような気がする。ああ、60分切りですか。うん。あれぐらいでしょ、60分切ってんの。でもまあ今日は7月、30日。うん。明日じゃないか。これ撮ってるのは7月30日と31日の間みたいなところですけど、うん、8月になってしまいます。ほんまやね。8月だね。夏休みですよ。学生の諸君は。あ、そうだね、そういえばね。うん。てかもう、中学生、高校生ならすでに、とっくに。いや、そうなんだよね。ええー。全然そういう印象なかったですけど。ねえ、もう忘れるよね。いや、彼らもネットで猛威を振るってるみたいですよね。何がですか？若い人たちがネットで猛威を振るってるようですよ、ね。そうなんや。それはジョークですけども、うん、まあね、大学生なんかは案外その7月末までさ、結構実は試験だみたいな感じで引っ張ってるからね、むしろね。うんうん、まあ、関東近県の人たちはもう7月の頭くらいに休み入って、うん、1ヶ月、半年くらいの長い休みを謳歌してる最中なんでしょうかね。うん、夏休みね、ないですよ、別に。ああ、でも盆は休みになるのかな、自然と。うん、我が輩のあれですね。ホームマーケット、我が輩とか言いましたけど。12日までなんでね。うん。そしたら今回お盆避けてるんですよね。あ、そうなんや。そう。珍しく。10、11、12なんで。へぇ、一般的にお盆って言ったらまあ15くらいじゃないですか。はい。まあ、12もかかってますけど。うんうん、だからまあむしろ里帰りとか多くの、参加者できるのかなと思いますね。へぇ、そうなんや。しようかな。なんかもう、だから夏とかもコミケばっかり行ってるんで、うん、実家に帰るとかないとか、大人として間違ってる。確かにコミケで実家に帰れないっていう人は、でも今までいっぱいおったんやろな。なんだよね。
ああ、実家か。確かにたまには帰ってもいいかもな。俺も結構帰ってないからね。3年ぐらい帰ってないね。まあなかなかね、働き出して、こう、サイクルができるとね。うん。戻らないよね。なんか特別なことがないとね。うん。まあでも秘書しに帰ってもいいんじゃないですか。そうね。まあ秘書ね。なんか東京はなんやかんや言ってすごく暑くなるからね。MacBook Air があるからね。こう、なんかも、あの、環境を、うん、いちいち、なんていうやろ。まあ、新しくうちに帰って構築する必要はないよね。そうそうそう。軽いし。ああ、でも今回本作ってるときはもう大活躍しましたよ、MacBook Air が。あ、ほんまに。MacBook Air と iPad と、あとなんか、順調であった Lenovo が、うん、なんか、デュアルディスプレイどころかトリプルディスプレイみたいな感じで活躍してましたね。いや、iPad をね、スカイプでつないで、デザイン担当の人と10時間スカイプ出版書かれてたんですけど、うん、やばいっすよ、iPad の発熱ぶりが。いや、あれほんと素晴らしくて、あれでスカイプとかって言ったら、まあ、君はやってると思うんだけど、うん、もう持ち運び自由で、うん、なんか電話とかやりながらできるみたいな感じで素晴らしいんだけど、うん、熱いとかなるんだよね。あー。終わった！あった！みたいな感じなんですよ。飛行をつくみたいな。いや、あれやばいですけど、すげえ便利だと思いましたね。うん、大変大活躍でした。うん、なんでまあ帰ろうかな。帰っちゃうの、レビンシー、寂しい。その心にもないこと。別に寂しくないやろ。寂しくない。そうそう、別に通信はできんねんから。本当だよね。うん、家にいようが、神戸にいようが。そもそも俺君とあんまり普通に面と向かって会ってないよね。そんなリアルで会ってない。そんなに毎週必ずラジオやってるから、うん、会ってはいるんだけど。あ、そうだよね。もしかしたら今週話してるレイビン君も実は日暮里にはおらず、うん、うん、チリとかにいるかもしれないもんね。そうですよ、チリから今あの細長いわーって言いながらいるんかもしれないですよ俺。大丈夫、地震に気をつけてね。ああ、ほんまやね。まあ、それは日本でもそうですけど。津波が来ちゃうからね、本当に。うん、いやー、でも今日の猛暑、うん、37度とか8度の猛暑で、うん、もう250人くらい運ばれてるみたいですよ、病院に。はあ、熱中症で。あれどうしてるんですか、計画停電がうんぬんとか言ってましたけど。あ、全然わかんない。関電とかそうですよね。うん。給電とかですか。うん。市内で住んでんのかな。まあ、ニュースになってないってことはしてないんでしょうけど。大阪はでしょ、大井原発が。ガンガン稼働してるので、うん、今手でしなくてよくなりましたみたいな感じですよね。うん、で関連の株がなんかバカバカ下がってるみたいで大変そうですね。はあ、驚きのストップ安、ここはそこでだと思って買ったと思ったらば、翌日は下がらながらそこに更新とかを連続で続けてますけど何かみたいな。はあ、大変ですね。うん、まあ確かに暑いよ。でもまあ俺もクーラー入れっぱなしですよ、ほぼ。まあなんかクーラーね、仕事して思ったんですけど、うん、クーラーないとすごくムカつく他方で、うん、まあ、扇風機があればそうは言ってもまあ僕らの年齢かやったらば、まあなんかなんとかなるなと思った、ね、あ、本当なんとかなるけど、それはまあせいぜい30代前半くらいまでの連中であって、うん、もうね、痛ましい事件がありましたよ。90歳の老婆がなんか熱中症で倒れて、うん、病院に運ばれたら死んでたみたいなね。はあ、いやー、それは人死ぬなと思いましたね、このクソ暑さは。うん、まあ、いつものことなではあるんでしょうけどもね、うん、まあ、クーラー、節電の世界ではありますが、うん、死ぬよりましたんで、死にそうだと思ったらクーラーバンバン使ってください。いやー、使いましょう。いやー、まあ、そんなわけで、7月のお化けゴーストもこれでおしまいですね。うん、本当ですね、8月か、夏、夏モード、まあ、来週にはあれかな、結果出てるのかな。あ、ユーストリーム小説大賞ですか。小説大賞伸ばすかもしれないけどね。それはまあね、前回の放送からね、ちょっとどの辺が適正なのかを探ってる段階ですよね。ただ伸ばすかもしれないということで、また読まないっていうのは避けていただきたい。だってそれ伸びなかったらさ、うん、やっぱやめときます。おいおい、俺たちの投票の機会がみたいな感じになっちゃうから、うん、それはまあ先にやっていくのがいいですよ。なんでぜひ皆さん投票をお願いいたします。はい、じゃあそんなとこですか。今日はさらっと終わりました。さらっと、まあ気軽にね、さらっと行きたいよね。まあどうせまた来週もやるわけやし。あ、来週はだからそれの一種のカウントダウン的な何かがあるかもしれませんからね。ああ、そうですね。はい、じゃあ、第60回、60回だよな。60回、1年も何もない。60回喋った我々、ボケゴースト60回。
60回喋りましたね。長かった、長かったよ。ええー、これからも長いですよ。あと何回あるんですか。いやー、何回あんねやろな、あと何回。あと40回やったり100回だ。うん、100回記念か。やりたいね、100回。先のことすぎるけど、うん、100回記念ないかな。麻雀大会だ。あんまり聞いてる人嬉しくないな。ジャダジャダジャダとか言って。どうも皆さん、村上一です、レビンです。ポンみたいな。あ、はい、今日は、都内チ、五反田某所にあります株式会社言論の雀荘から。48,000。ちょっとチーとかポンとかしてできる野球盤って何。10位そうです。あ、10位そう。あ、そうそう、村上くんロンです、それ。ちょ、いや、それなんか間違いでしょ、マジで。4万8000です。いや、ちょっと待って待って、それさ、あれだって、あの捨て灰とか、あの今日暑いからさ、勘違いしたんだよ。まず間違いないね、ちょっとそれ、あの、まあ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 、見なかったことしとく。うわー、それ多分村上くんの株がめちゃくちゃ下がるよ。自分で振り込んでおいて村上雄一はみたいな。こんなのありえない、積み込みだよ。俺が知らないうちに、なんか宅の下で交換したんだろ。どけって。許すからさ。はい、村上くんには払っていただきます。僕はまあ実際にはその辺はこう、あの、パリッとしてます。はい、じゃあ、まあそういう感じのないからかもしれないね。あ、したらいいでしょう。じゃあ、今回はこの辺ということで、はい、お化けオス第60回、レミンでした。中道でした。また来週。